田舎の堤防夕暮れ時にぼんやりベンチに座るのか散歩するのもいいけれど寄り添う人が欲しいもの。あの子がいれば僕だって寂しい気持ちなの。バーバーズアウト。
マホのライトをかざして揺らして、今夜の一ノ瀬平泉バルーンイリュージョン、お楽しみいただけましたか？気がつけばいつもの日常を過ごせるようになってきました。でも私たちバルーンイリュージョンはここに来た、あの時一緒に我慢をして乗り越えてくださった皆さんのことを思わずにはいられません。心がポカポカします。片足を踏みながら帰ってきた絆は、これまでこの会議を支えてくださった皆さん、集まってくださったオーディエンスの皆さんへの恩返しとなるよう大切に続いていきたいと思っています。そして一緒にこれからもこの大会を育ててくださったら嬉しいです。復興支援熱気球イベントとしてスタートした一ノ関平泉バルーンフェスティバル、今年13年目を迎えました。東北唯一の熱気球ホンダグランプリ、この大会の見どころは日本のトップパイロットたちが見せる熱気球競技です。風を読む華麗なフライトテクニックは誰しも胸が熱くなる感動があります。空の上で熱い戦いを繰り広げている競技気球は29機、オフィシャルバルーンは6機。明日はいよいよ最終日、広大な山あいのダイナミックなフライトを制し、優勝するのはどのパイロットなんでしょうか。ぜひ会場からの声援、 SNS からのコメントで選手を後押ししてくださいね。皆さんの声や思いが何度でも立ち上げる勇気やパワーになります。そして今後より多くの気球が一ノ関平泉の空を舞い、ますますこの地に熱気球ファンが増えていくことを願って、そう。
夜の熱気球と熱気球のコラボレーション、一ノ関平井氏にバルーンイリュージョン、ナビゲーターは野沢智代でした。それではまたお会いしましょう。パイロット、クルー、スタート。